ちは、トミーです。今日は超久しぶりに料理動画を撮りたいと思います。ぜひご覧ください。今日のメニューはですね、夏バテ飯を作りたいと思います。まだ今年の夏食べれてないんですけど、じゃん、そうめんを作りたいと思います。ではでは、お湯を沸かします。今日は夏バテ中でもさらっと食べれるそうめんを作りたくて、とろろ豚しゃぶ、違う、なんだ、とろろ豚なす、さっぱりなすと豚しゃぶそうめんを作りたいと思います。ではまず豚肉からフライパンにお湯を沸かして茹でていきます。大きいけど後で切ります。やっぱ夏はね、さっぱりしたいので豚バラが合いますね。豚肉は冷水で冷やすと固くなっちゃうので、このまま冷やします。次にお茄子、蓋を切ります。今日はレンジで3分ぐらいチンします。ではナスを温めてる間に麺を茹でます。そうめんってうどんとかパスタに比べて茹で時間がめっちゃ短いから、なんかいいですよね。時短で疲れてる時とかそうめんにしちゃおうかな。では一束を入れます。1分半、長芋を溶かしてたら、もう出来上がった。よく考えたら、一束ってめっちゃ少ないか。2束で 100g だ。2束茹でますね。もう一回茹で、長芋を、半分くらい使った、4分の1ぐらいかな。ではとろろにこちらの梅肉を入れます。梅肉大好き、ちょっと多めに入れます。と白だしがなかったので、こちらのかき醤油、だし醤油ですね、美味しそう、もう美味しそう。混ぜておきます。そうめんは氷水に冷やしておきます。お茄子が柔らかくなりました。裂いていきます。火傷に注意、熱い。そしたら大葉、大事。ちょっと私はたっぷり4枚ぐらい使います。大葉を入れるとね、美味しいですよね。そしたら冷ましておいた豚肉、もう十分冷えてるので切っていきます。具材はこんな感じ。あとはつゆを作っていきます。ではつゆを作っていきます。お水150cc、 50ml と昆布つゆ、白だしでもいいですけど今日はなかったので、昆布つゆ 50cc、 こんないるかな。3倍濃縮だった、だからこれぐらいにしとこう。 10ml ぐらいと、最近これをよく使ってるだし醤油をちょろっと入れます。これね、インスタでも載せたら、あ、鎌田のだし醤油私も使ってますっていうコメントをいただいた。これ美味しいんですよ。ちょっと甘くて美味しい。と、やっぱ夏なのでちょっとピリ辛にしたいかなと思って、豆板醤も入れます。ちょっとだけと、ラー油少々で、あれば色入りごま、
完成。では盛り付けていきます。ちょっと2束多かった。1束でよかったね。明日食べます。梅とろろ、私はちょっと多めが好きなので。したらお茄子と豚肉と温泉卵を、で最後に大葉を乗せます。で最後につゆをかけます。はい、完成しました。美味しそう。食欲がそそりますね。じゃあ大丈夫？ではでは、いただきます。めっちゃ美味しい。さっぱり、このとろろのね、梅が最高ですね。と大葉が、相性が、ナスもとろとろ、美味しいね。食べよう、ちゃ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 さん。ごまは絶対入れた方がいい気がする。豚バラも美味しい。そうめんって夏しか食べないじゃないですか。食べる方もいるかもしれない。私あんま食べないんですよ。でもね、全然いつでも食べたくなる、オールシーズン食べたくなる料理です。洋画とか生姜とか入れても絶対美味しいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。簡単なので、ぜひ皆さんも作ってみてね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。